大島町では先週末にもまとまった雨があって、19日土曜日の午後5時過ぎには島内の2つの地区に避難勧告が出されました。果たして台風26号の時の教訓は生かされていたのかどうか、現地を取材した鹿島記者に聞きます。鹿島さん、土砂災害が発生した以降ですね、大島町に鹿島記者が取材に入ってすぐ、先週末には二次災害を警戒する雨の予報が出されていましたが、島ではどんな対策がなされていたんでしょうか。はい、19日の雨では先に避難勧告が出る方向だという報道などがあったこともありまして、避難勧告後は大きな混乱はなかったように見えました。はい、しかしながら準備指示の段階では避難地域内にあって使用できない避難所が明らかにされず、住民の中にはどこへ避難したらよいかわからない方もいらっしゃいました。これは改善が必要だと思います。まあ、そんな中でも混乱はないように見えたという鹿島記者ですが、避難勧告が出された後ですね、どのようなこと気づいたことはありますでしょうか。はい、避難の準備指示の段階ではわからないこともあった避難所ですけれども、避難勧告の際は大きくが明らかになっておりましたし、避難の際に町が用意したバスなどへの乗り降りもかなりスムーズでした。とはいえこれからのことを考えれば町だけで対応するのは大変です。都の応援などが一刻も早く入ることを期待したいですね。また都は今後もさらに台風が近づいているとして新たに職員の派遣を決めています。町としてはどのような対策を取るべきだと考えますか。はい、島内ではどこで被害が起きてもおかしくない状況です。住民の皆さんは当面の間避難の準備をしておくことが必要だと思います。避難所は寒いという声も聞かれましたので、特に防寒対策が大事だと思います。雨がひどくなると防災無線が聞こえにくいことがありますので、くれぐれも注意が必要です。また避難する際も、道路の冠水、陥没などが発生しますので、早めの行動をお願いしたいと思います。いずれにしてもまだまだ予断は許さない状況ということですね。そうですね。そんなさらなる台風への備えが進められている島の様子を VTR にまとめました。島内では元町地区以外でもあちこちで土砂崩れが起きていました。ここは岡田港です。元町地区からは離れていますが、こちらでも小規模な土砂崩れが発生してフェンスやガードレールが押し倒されています。岡田港から東側に来ました千頭橋の上から見た光景です。大きく山肌がえぐれています。たびたび通行規制が出ている元町地区南部の火山博物館付近は泥水の出やすい危険な状況になっていました。新たな被害がいつどの地区で発生してもおかしくない状況です。今後台風27号の接近による被害拡大の恐れもあり、公共サービスも一部休止となっています。大島町などによりますと、毎週水曜と金曜に開いている南部診療所と南部薬局は今週は休止が決まっています。大島医療センターも一部休診にしている診療科があります。明日は東京行きジェット船の増発便が出ます。大島発午前9時50分と午後2時45分です。ボランティアに関する問い合わせや受付は役場のすぐ南側にありますこちらの社会福祉協議会で受け付けています。大島社会福祉協議会に設けられた災害ボランティアセンターでは、被害を受けた世帯や避難所を回り、泥出しや給水所から水を運ぶボランティアを受け付けています。やっぱり同じ島の、方たちが、こんなに苦労してるのをテレビで見るしかなかったので、自分にできることがあればもう何でもやる覚悟で駆けつけました。当該の方に関しては、台風明けてからですね、お願いする時期が来たらまた声かけをしたいとは思ってるんですが、もう少し待っていただいてですね、うちの方の情報を見ていただきながらですね、ぜひこれから協力をいただければとは思っております。町の人たちは近づく台風27号による被害を心配しながらの緊張した日々が続いています。ボランティア情報は Facebook ページに掲載されています。大島ボランティアセンターで検索してご覧ください。夜を徹して続く捜索、島の人たちの不安も尽きぬ中、多くの人たちの協力、支えが必要となってきています。